にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、今ね、ちょっと体調が、前回動画で体調が悪くなって熱がね、出たなんていう、そんな話をして、今ね、病院から、まあ戻ってきたところなんですが、まあ検査をね、してもらい、まあインフルエンザとね、コロナ、両方ね、検査をしてもらった結果、なんとね、コロナに感染しているっていうようなね、そんなね、結果が出ました。まあインフルエンザではなくてコロナ、だけ、まあ、陽性反応が出たっていうようなね、そんなことで、まあ今ね、まあ薬をね、処方されて、まあ中で簡単な説明みたいな、そんなものをね、こう、紙で、ね、もらってきたんですけど、まあコロナね、令和5年5月8日から、まあ、インフルエンザと同じ5類感染症になりましたってことでね、まあ、役所とかそういったには報告せずに、まあ、まあ普通にね、まあ、医療機関を受ける。それでね、まあただね、コロナの場合は発症翌日から5日間は外出を控えましょうっていうことで、自分はね、まあ3日に、1月3日にね、まあ症状が出始めて、まあ4日、まあ2年すごい高熱が出て、それで5日にね、まあ受診したっていうことで、4日がね、発症されて、翌日からってことは、まあ、発症はね、おそらく3日なんじゃないかな。なのでね、4、5、6、7、8、8日まではね、まあ、外出を控えて、控えましょうっていうようなね、まあ、これはね、国が推奨しているっていうことで、まあ、それでね、10日間はね、マスクをね、着用してっていうようなね、そんなことなんですが、医療費はね、まあ、自己負担っていうようなね、そんなことがね、発生するっていうことで、まあ、結構ね、薬代、まあ、治療費はね、そうでもなかったんですけど、まあ、薬代がね、中で新しい薬をね、処方されて、なんかこれがね、コロナの薬らしいんですけど、ラゲブリオっていうね、カプセル、これをね、4錠ずつをね、5日間、1日2回5日間飲むっていうことで、症状がね、なくなっても、これはね、必ず飲み、切ってくださいっていうようなね、飲み続けて飲み切ってくださいっていうことなので、まあそれをね、まあ今日から、まあ今帰ってすぐね、飲んでっていうようなね、そんなことをしていこうかな、なんて思います。なのでね、まあコロナにね、なるっていうか、年のね、まあ自分のね、目標が健康っていうね、まあ目標っていうかね、一番最大のテーマがね、健康だったので、いきなりね、まあ年始からね、まあ、出花をくじかれてるなぁなんて、そんな風にね、思うんですけど、こうやってね、病気になると、まあ、お金もかかるし、まあ、やっぱりね、体力とかそういったのも、まあ、やる気もなくなるし、体力とかもなくなるし、中で周りにも迷惑かけるし、本当に百害あって、一利なしだなぁなんてね、そんな風にね、感じました。まあ、自分はね、まあ、最近ね、まあ休みの日のウォーキングも全然やっていなくて、まあ仕事の日はね、まあ運動してるみたいなもんだからって言ってね、まあ仕事の日実際にね、万歩計つけてやって、万歩計つけてるっていうかね、スマホに万歩計が入ってて、それを見るとね、仕事の日はね、最低でも2万歩、多いとね、3万何千歩っていうね、まあ距離、歩数をね、歩いて、それで距離にするとね、20キロぐらいね、歩いてる。本当にね、職場の中ってこんな短いね、間で、まあそういうふうにね、歩いているっていうことでね、自分はそれを運動だってね、捉えてるんですけど、でもね、まあ、実際はね、運動っていうと、有酸素運動とかそういったもの、ことをね、やっていかないと、なかなかね、うまくね、まあ、こう、脂肪が、代謝とかね、燃焼したりと脂肪がね、燃焼したりとか、代謝がね、できていないってことで、まあ、運動してないのとね、一緒なのかな、なんて、そんなことも思ったんで、まあ、継続的なね、こう、運動っていうものをね、しっかりね、していかないといけないな、なんて思いました。あとね、食べるものですよね。未だにね、まあ、ミルクティーっていうね、まあ、自分にとってはね、もう、もう中毒ぐらいに、ね、なってしまって、何か飲み物って言ったらね、ミルクティーって、もうミルクティーね、もう砂糖、こう砂糖がどのくらい入ってるかって見ると、本当にね、角砂糖でね、こう表すとすごい量入ってますよね。まあ、そんなね、まあ、ものをね、見たこともありますし、まあ本当にね、砂糖を飲んでるような、砂糖水を飲んでるようなものだっていう風にね、言われてるんですけども、本当、それもね、砂糖の中毒にね、なってしまっている。まあ、砂糖をね、本当に断つと、まあ、体にね、まあ、最初はね、なんか、一回ね、こう、離脱症状みたいなの出るけど、それを超えてしまうと、砂糖がね、もう、取ってない方が全然体にはね、楽になって、みたいなね、そんなね、風にもね、聞いたことありますので、ちょっとね、その辺もね、やって、
ってみたいな、やってみようかなとはね、思ってもなかなかすぐね、誘惑に負けてしまうっていうようなね、そんなことですので、やっぱり、まあ、運動とね、食事面をね、特に注意していこうって思っていたんですけど、こうやってね、コロナに、まあ、かかってしまって、まあ、時間もね、お金もかかって、それで周りにも迷惑かけるっていうようなね、そんなね、トリプルでちょっとね、痛い年始にね、なってしまうななんて、そんな風にね、思っておりますんで、皆さんもね、ほんとくぐれぐれもね、まだまだ、まあ、テレビではね、あんまりね、騒がれなくなっているようですが、コロナにかかっている方もね、インフルエンザの方も、まあ、本当にね、周りにたくさんいらっしゃるようですので、皆さんもね、十分に注意してください。本当にね、病気っていうのは、百害あって一利なし、まあ、かかりたくてね、かかる人なんてね、誰一人いないと思うんですけど、まあ、日頃からね、まあ、そういったところを注意してね、まあ、手洗いとかうがいとかね、しっかりね、やるとかね、そういう辺をね、意識してやっていかないと、まあ、僕みたいにね、まあ、感染してしまう、まあ僕なんかね本当にねあんまりねまあ意識してない、本当にね咳が出ててもマスクをね、まあ、最近してなかったなんてこともねありましたので、周りにもねもしかしたら移してしまっていた可能性もあるっていうことを考えると、恐ろしいことをねしていたななんて、そんなこともね思いますので、皆さんもね十分にお気をつけください。はい、ではね今日まあ報告っていう形で、まあ自分はね、コロナに感染してしまったっていうことで、まあしばらくね、療養、まあ5日間ですけど、療養するっていうことで、こんなね、年始になってしまって、またね、もっとね、楽しい話題でね、配信できたらななんて思います。はい、ではね、今日、話が、まあ、良かったって思う人はいないと思いますけど、もしね、まあ、少しでもね、気をつけようなんて、そんな風に思った方は、いいねボタン、またチャンネル登録、まだの方は、ぜひチャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。